どうもしゅんです。こんにちは。パラマツです。キちゃんです。高橋です。ということでですね、9月1日に皆さんにお話しした困ってますっていう動画の中で、9月は毎日投稿しますっていう動画を出したと思うんですが、合格者面接っていう、コンテンツを上げていました。まずは合格者面接にご協力いただいた方々、本当にありがとうございました。あの動画から連絡いただいた方や別の形でご協力いただいた方のおかげで、動画を出すことができました。本当にありがとうございます。でこれからも合格者面接は上げていくんですけども、10月11月12月にかけて就活生の本選考が始まる時期に合わせての方がやっぱりより多くの人に見てもらえるなっていう感覚があって、9月の残りの後半の時期は僕ら毎日投稿すると言ったんですが、合格者面接じゃないコンテンツも出していこうと思ってます。もしもし、かいぴーくん、はい、最近の旬ダイアリーについての率直な意見をお聞きしたいんだけど、はい、やっぱ動画見たいって思わない？なかなか9月ぐらいからなんか合格者面接とかって始まったと思うんですよ。うん、それなんか面接とか見てて、まあそれも大事だと思うんですけど、今の時期ってまだなんか面接を経験したことある人って結構少ないんじゃないかなって個人的に考えてまして、本当その通りだと思う。就活に対する意識もまだ最近ちょっとずつ出始めてるっていう人も周りには多くて、うん、なんでちょっと面接よりかはあそこに合格した人は、まあ、就活生時代どんな自己分析してたのかなとか、エントリーシートこの書き方で合ってるのかなとか、そっちの方がなんか不安というか悩みというか気になってる人が、まあ、この時期に関して多いんじゃないかなってちょっと考えたっていうのもあります。確かにその通りだわいやまあいいと思いますよね、面接も結構大事だと思ってフォローありがとう。じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。実際やっぱ就活生が何求めてるのかっていうのをもっと知らなきゃいけないし、皆さんの話を聞かなきゃいけないなっていう風に心から思いました。理想は7万人ぐらいの視聴者さんに一人一人電話して、今日の動画見たいと思いましたか、見たくないと思いましたかみたいな聞きたいんですよね。もしよかったら今悩んでることとかちょっと教えていただけたらなと思ってます。バラマツさんから補足ありますか？ということで、皆さん待望のバラマツの個人 LINE を晒します。いや需要ないから旬ダイアリーチャンネルの主役はね、就活生なので、まだ何も行動してない、情報も集めてないっていう人が、僕らのコンテンツや自分たちの活動や事業によって何かやってみようかなと思って、で自分の人生が行動することによって好転していくってところを素直に応援したいなっていう気持ちが一番なので、そのあたりを一緒に成長できたらなと思ってます。皆さん一つだけ言わせてください。私たちは毎週オンラインミートアップっていうものをやっていて、就活生視聴者の方とつながれる機会を作らせていただいてます。もしご興味ある方いらっしゃいましたら、 LINE のアカウント登録していただけたらご連絡がいきますので、どうかつながってください。お願いします。